ビタミン D、ビタミン D、ビタミン D は、ビタミンの一種であり、使用性ビタミンに分類される。ビタミン D はさらにビタミン D、エルゴカルシフェロール、エルゴカルシフェロールとビタミン D、コレカルシフェロール、コレカルシフェロールに分けられる。ビタミン D は大部分の植物性食品には含まれず、キノコ類に含まれているのみであり、ビタミン D は動物に多く含まれ、人では、 ビタミン D が重要な働きを果たしている。ちなみに、ビタミン D は、ビタミン D を主成分とする混合物に対して、誤って与えられた名称であるため、現在は用いられない。必須栄養素だが、日光浴によって生合成もされる。ビタミン D は、活性型ビタミン D、カルシトリオール、または、1、25ジヒドルキシコレカルシフェロールとして、次の方法により、 血中のカルシウム CA 濃度を高める作用がある。また、ビタミン D は免疫反応などへの関与も示唆されている。作用機構及び機能の多様性からビタミン A と共にホルモンに分類されることがある。ビタミンとは人体で合成できない微量栄養素という意味である。ビタミン D はコレステロールから人体内で合成できるが 消化管からのビタミン D の吸収が低下すると容易に、ビタミン D 欠乏症になることから外因性のビタミン D は不可欠である。皮膚は主要な二層で形成されている。内側の層は神秘で結合組織の大部分を占めており、外側の層は薄い表皮である。表皮は五層で構成されており、外側から内側に順に角質層、下流層、 カルーマク層、有極層、規定層である。1923年に7、デヒドロコレステロールに紫外線を照射することによって、使用性ビタミンを生成できた。アルフレッド・ファビアン・ヘイスは、光はビタミン D と同等である。ということを示した。ドイツのゲッティンゲン大学のアドルフ・ビンダウスは、ステロールと関連ビタミンの構造の解明で、1928年に、 ノーベル科学賞を受賞した。彼は、さらに、1930年代に、ビタミン D の化学構造を確定した。コレカルシフェロールは、皮膚で7、デヒドロコレステロールから、光科学的に生成される。7、デヒドロコレステロールは、人を含むほとんどの脊椎動物の皮膚中で大量に、生成される。ビタミン D の生成に、 効果のある波長300ナノメートル付近の紫外線、UVB 線はドルの線と呼ばれる。人においては、午前10時から午後3時の日光で、少なくとも、週に2回、5分から30分の間、日焼け止めクリームなしで、顔、手足、背中への日光浴で、十分な量のビタミン D が体内で、生合成される。日本人に最も多い肌の色スキンタイプ E で顔と、 手のひらだけに紫外線を浴びた場合、7月の日本の北海道、札幌、茨城県つくば、沖縄県那覇では10マイクログラムのビタミン D 生成に必要な日光浴時間は10から20分であり、12月ではそれぞれ139分、41分、14分となり大幅に増加する。紫外線が皮膚に有害となるのは その約2倍から3倍の時間浴びた場合である。ある種の動物では、毛皮や羽が紫外線の皮膚への到達を妨げている。蝶類や毛皮を持つ、哺乳類においては、皮膚から毛皮や羽に皮脂を分泌し毛づくろいすることによって、口からビタミン D を摂取している。裸でバネズでは、25、非道路騎士ビタミン D が血中で検出されないように、元来、コレカルシフェロール、 ビタミン D を欠損しているように見える。実際、裸デバネズミは、完全地中生であるので太陽光に当たることはない。興味深いことには、裸デバネズミは、老化に対して耐性があり、健康な血管機能を維持でき、下、春衣の中で飛び抜けて寿命が長いことである。コレステロールが代謝を受けて、プロビタミン D、7でヒドロコレステロール、風左となった後、皮膚上で、 紫外線を受けて、ステロイド核の B 管が開き、プレビタミン D、6Z タカルシオール、数右となる。プレビタミン D、数左は、自然発生的にビタミン D、コレカルシフェロール、数右へ異性化する。プレビタミン D からのビタミン D、コレカルシフェロールへの手には、室温では12日間で完了する。皮膚で酸性されたものであれ、蛍光摂取されたものであれ、 ビタミン D、コレカルシフェロール、カズヒダリは、肝臓で、C25 の位置で、ヒドロキシカの代謝を受け25、ヒドロキシコレカルシフェロール、別名25、OHD、カルシジオール、カズミニエと変化し、肝細胞に蓄えられ、必要な時に、アルファクロブリンと結合し、リンパ液中に放出される。なお、C の番号は、ステロイドやコレステロールの構造と炭素の番号に、 由来する。カルシジオール、数左は、腎臓の尿細管に移送され、二つの種類のビタミン D の型に変化する。一つは、活性型ビタミン D、1、25次ヒドロキシビタミン D、カルシトリオール、数右となる。ヒドロキシ化された C1 は、下側リング右側に位置する。ホルモン作用を有する、活性型ビタミン D、カルシトリオールは、 副甲状腺ホルモンに加えて、低カルシウム、低リン酸状態により活性化した、カルシジオールマイナス1、モノオキシゲナーゼ、1α ヒドロキシ酵素によって生成される。1α ヒドロキシ酵素が不活性な場合には、別の酵素がカルシジオールの C-24 をヒドロキシ化して、もう一つの非活性型ビタミン D、24、25、ジヒドロキシビタミン D。 数左を生成するこの反応によりカルシトリオールは生、科学的な作用から不活性化される。また、不要となったカルシトリオールは、カルシトリオール24ヒドロキシラーゼの触媒作用によって、カルシトロン酸、カズミギが生成される。この物質は、水に溶け、尿中に排泄される。カルシトリオールは、循環器系に放出される。 リンパ液中の輸送物質であるビタミン D 結合タンパク質 VDBP と結びついてカルシトリオールは様々な対象臓器に運ばれる。カルシトリオールは対象細胞の細胞核内に主に所在するビタミン D 受容体 VDR と結びついてその生体効果を発現する。カルシトリオールとビタミン D 受容体 VDR との結びつきは腸内で カルシウム吸収に関わっているように、ビタミン D 受容体が TRPV6 腸内でのカルシウム吸収の第一段階を司る、マクカルシウムチャンネルやカルビンディン腸及び腎臓でのビタミン D 依存型のカルシウム結合タンパク質として、初めて発見されたカルシウム結合タンパク質のような輸送タンパク質の遺伝子発現を調節する転写因子として作用させることである。 ビタミン D 受容体は、ステロイド、甲状腺ホルモンの核内受容体の一群に属している。脳、心臓、皮膚、生殖腺、前立腺及び、チブサを含むほとんどの臓器の細胞で作用している。腸、骨、腎臓及び、副甲状腺の細胞でのビタミン D 受容体の活性化は、甲状腺ホルモン及びカルシトニンの補助により、血中のカルシウム及び、 リン酸の濃度の維持及び骨密度の維持を司っている。ビタミン D 受容体は細胞の増殖と分化に関わっていることが知られている。ビタミン D は免疫システムにも影響を及ぼしているし、ビタミン D 受容体は単核自路血球、活性化 T 細胞及び B 細胞を含むいくつかの白血球で作用している。 ビタミン D 受容体以外の様々なメカニズムの作用が知られている。これらの作用のうち重要なものの一つとして、形態形成に関わるホルモンなど、シグナル伝達経路による、シグナル伝達の天然の酵素素外剤としての作用がある。大部分の植物性食品には含まれない。ビタミン D の先具物質であるプロビタミン D、エルゴステロールは、シいタけに、ビタミン D は、 巨類の肝臓に多く含有される。紫外線を浴びれば体内でも合成されるが一般的に不足するので食品から摂取する必要がある。平成16年の国民健康栄養調査では男性で平均8.3マイクログラム、女性で平均7.5マイクログラム摂取しており必要量を摂取している。ビタミン D を多く含む 主な食品太陽光から隔離されるような環境では、蒸気目安量の摂取では、不足することが示唆されている。例えば、潜水艦の乗組員での調査では四百 u 日の摂取でも、血中ビタミン D 濃度を適切に維持できないとの報告がある。別のパイロット研究では八百 u 日を半年続けた場合でも、理想的な血中濃度に達した参加者は五十パーセントに、 すぎなかった。さらに、糖尿病患者ではあるが偽に言う日を18ヶ月間投与した場合でも22%が不足なままだったとする研究がある。サプリメントからの摂取だけでなく、日光浴も大切である。人間では、ビタミン D とビタミン D で効果に差はないという報告、と、D の方がより効果的とする報告、がある。ラットなどのいくつかの種では、 D より D の方が効果が高いと報告されている。なお、海外では D と D の2種類のサプリメントが販売されている。血中のカルシジオール25、ヒドロキシビタミン D25、OHD の濃度は日光浴と食事から摂取したビタミン D の合計量を決定する適切な方法である。しかしながら、血中25、 OHD 濃度は血中以外に蓄えられたビタミン D の総量を示しているわけではない。血中 25OHD 濃度の半減期は15日間となっている。循環している125次ヒドロキシビタミン D125OHD はビタミン D の良い指標とは一般的にはならない。なぜなら 125OHD は15時間という 短い半減期であり、副甲状線、ホルモン、カルシウム、リン酸によって厳密に管理されているからである。ビタミン D の欠乏が極端にならない限り1、25、OHD の濃度は一般には減少しないものである。体重型の人の増加脂肪量と25、OHD の濃度とは反比例していることが知られている。循環している25、 OHD の濃度は全身に蓄積されている量を示しているわけではないので、この反比例の関係は、ビタミン D 濃度が低下している状態と報告された、肥満の人で一般に起こっている状態とで混同を引き起こす恐れがあるかもしれない。25、OHD の濃度は 15NG、ml、37.50L 以上が望ましいところである。さらに、30NG、 ミリリットル7 5ル、l 以上の高い濃度が健康を維持する上で望ましいとされているが、これらを支持する明確な証拠は示されていない。十分な日照を受けている日焼けしたハワイ在住の健康な若いスケートボーダーやサーファーの調査、対象者の51%が望ましいとされる高い方の基準である 30NG ミリリットルを下回っていたことが、ある研究で判明した。 最も高い2 5 o h d 濃度は6 0 n g ミリリットル、1 5 0 m l であった。ハワイでの同じデータを用いた長い期間皮膚に日照を浴びた住民とサプリメントを与えられたウィスコンシンの授乳中の母親との比較の研究ではハワイの住民は11の7 1 n g ミリリットルの範囲であった。サプリメントを与えられていた女性の25 OHD の血中濃度は12から 77NGml の範囲であった。サプリメントを与えられていたウィスコンシンの住民の濃度が同じデータを使用しているので前日のサーファーのデータも含まれているハワイの住民のそれよりも高いのは注目に値するものである。ビタミン D の有害性はサプリメントを過剰に摂取した場合に現れ25 OHD の血中濃度が 150Ng、ml、3 7 5ル、l 以上のレベルを超えるという外性の兆候が現れてくる。日照不足、日光浴不足、過度の紫外線対策、ビタミン D 吸収障害、肝障害や腎障害による活性型ビタミン D への変換が行われない場合、適切でないベジタリアンビーガン生活をする場合などに、 ビタミン D が欠乏し、カルシウム、リンの吸収が進まないことによる骨のカルシウム、沈着障害が発生し、来る病、骨軟化症、骨粗症症などが引き起こされることがある。ビタミン D の不足は、高血圧、血核、癌、歯周病、多発性硬化症、陶器鬱病、末梢動脈疾患、一型糖尿病を含む、 自己免疫疾患などの疾病への罹患率上昇と関連している可能性が指摘されている。また、勃起不全との関連性が指摘されている。パーキンソン病と低いビタミン D レベルとの間には関連があるが、パーキンソン病が低いビタミン D レベルを引き起こしているのか、低いビタミン D レベルがパーキンソン病を引き起こしているのかは分かっていない。高カルシウム血症。 肝機能障害、腎臓障害、体温、多尿、尿路血石、尿毒症、高血圧、液刺激性、不機嫌、腹痛、発熱、発疹、かゆみ、吐き気、または、嘔吐、食欲不振、便秘、虚弱,弱、疲労感、睡眠障害、歩行困難、体重減少、貧血、脱毛、痙攣、昏睡水など。カルシジオール。 25日ロキシビタミン D として、人の体内に貯蔵されているビタミン D の半減期は20日から29日である。通常、活性型ビタミン D の生合成は厳密に調節されており、過剰のビタミン D を摂取した場合にのみ毒性が認められる。食品やビタミン D 製剤の濃縮レベルは、成人にて毒性を認める量と比較するとはるかに低い量である。 日光浴により、ビタミン D の毒性が認められることは通常はない。というのも、紫外線に当たると、皮膚で合成されるビタミン D 線具体の濃度が、皮膚の色によるが20分から2時間で平行に達し、それ以上はビタミン D が生成しなくなる。全身を太陽光に露出した場合の最大体内生成量は、1日あたり250マイクログラム1万油である。 ビタミン D の長期にわたる安全摂取量は分かっていないが、健康な成人においては250マイクログラム、1万、い u 日までは安全とされている。高カルシウム血症を伴うビタミン D 毒性が、認められたすべてのケースで、1000マイクログラム、4万、い u 日以上の摂取を必要としている。成人では、継続的に2500マイクログラム、10万、い u 日を摂取すると2から3ヶ月以内に毒性が認められる。米国にて刊行されているザ・ヌートリション・デス・クレファレンスによると毒性が認められる式位置は500から600マイクログラム、キログラム、日である。米国環境保護庁ザ・ユナイテッド・ステイツ・エンバイロメンタル・プロテクション・エージェンシーはメスのラットに関するビタミン D の LD50 を619ミリグラム キログラムと公表している。活性ビタミン D、カルシトリオールや、その他の活性ビタミン D 誘導体などが、日本でも認可されている。活性型ビタミン D は、血中カルシウム濃度の上昇作用を利用して、副甲状腺機能低下症の治療に用いられる。また、外用薬が腎上性感性や手のひら、足裏のお方症に用いられることがある。痛い痛い病は、 ビタミン D の大量投与によりある程度症状が柔らぐくとされる。外用薬が腎上性感性や手のひら、足裏の包症に用いられることがあるが、高カルシウム血症から急性腎不全を併発する例が報告されている。ビタミン D 受容体結合体はナチュラルキラー細胞の活動とマクロファージの食作用を活発化させることが示されている。活性ビタミン D ホルモンは バクテリア、ウイルス、菌類によって活性化されるマクロファージで産生される抗菌性ペプチドのキャセリシジンを増加させる。ビタミン D とコイドで比較的発症例の多い免疫異常が原因の可能性がある多発性硬化症との関係においては、ビタミン D の免疫反応の抑制特性と多発性硬化症を 遺伝的に発症しやすい個人の自己タンパク質と異種タンパク質の相違の識別に必要な組織的合遺伝子 HLADRB1501 全身生理テマトでデスの古典的遺伝子マーカーとして知られているのプロモーターにビタミン D 応答配列ベドリーがあるため遺伝子の発現にビタミン D が必要とされることが関係すると示唆されている 妊娠中のビタミン D サプリメントの服用が子供の成長の後多発性効果症を発症する可能性が低まるかどうかはまだわかっていないがビタミン D の生態防御機構がアレルギー性疾患の蔓延を引き起こしているのではないかとも疑われており幼児期のビタミン D サプリメントの摂取と成長後のアトピーとアレルギー性鼻炎のリスクの増加との関係が見出されているしかし 妊娠期のビタミン D 不足と子供のアレルギー発症が相関し、また再対決のビタミン D 濃度と子供のアレルギーには U 字型の相関が見られるという研究もあり、エピジェネティックな仕組みが関与している可能性も指摘されている。ベテランのビタミン D 研究者のヘクターデルカは、ビタミン D が多発性硬化症に影響を及ぼすかどうかには疑問を抱いている。 ビタミン D 成合成の減少は、冬におけるインフルエンザの高い罹患率を説明できる可能性があるが、冬にインフルエンザが流行するのは、ビタミン D 成合成の減少以外の仮説、乾燥、低温、日照殺菌低下等を立てることができるとしている。2010年3月に、アメリカ臨床栄養ジャーナルに発表された、無作為抽出、二重毛検法、 プラセボ、偽薬対象試験の結果では、当期に毎日1200湯のビタミン D を摂取した生徒群は、プラセボを摂取した生徒群に比較して42、42%も季節性インフルエンザに罹患する率が低かったとしている。ビタミン D の分子的特質は、癌の防止に関して、癌の増殖の主たる細胞メカニズムに幅広い範囲で、潜在的に関わっていると考えられている。 これらの効果は、癌細胞でのビタミン D 受容体を媒介している、可能性がある。ビタミン D 受容体、VDR 遺伝子の多形現象は、乳がんのリスクの増加に関わっている。女性におけるビタミン D 受容体遺伝子の変異は、乳がんのリスクを増加させている。悪性黒色種細胞や、白血病細胞に、ビタミン D 受容体が存在し、活性型ビタミン D が、 主要細胞の増殖を抑制する。米国では、日照の少ない度の高い地域での大腸癌、乳癌、卵巣癌、多発性硬化症の相対的な多発が指摘されている。13カ国の400万人以上の癌患者のデータを用いた2006年の研究では、日照の少ない国での特定の癌のリスクの顕著な増加が示され、その他の関連研究でもビタミン D 濃度と癌の 間の相関関係が示されている。この著者は、毎日 1000U25 マイクログラムのビタミン D の追加摂取は、人の大腸癌のリスクを50%減少させ、乳癌と卵巣癌のリスクを30%減少させると、示唆している。血清中の低濃度のビタミン D は、乳癌関連疾患の進行と骨転移に相関があるとしている。しかしながら、 住民のビタミン D 濃度はさらされている日照に依存していないとする報告がある。さらには、高緯度地域で一般的な癌の発生率と死亡率には遺伝的要素が関わっているとする報告もある。2006年の研究では、2つの長期健康調査による12万人以上の調査、対象者でビタミン D の米国接種基準 400U 日の接種により、 水臓癌のリスクを四十三パーセント減少させたとする。しかしながら、男性喫煙者では、二十五、ヒドロキシビタミン D の血中濃度が、最大の群と最小の群、五分割群を比較して三倍の水臓癌のリスクがあるとした。二千七年六月に発表された、無作為に抽出された千二百人の女性を対象とした研究では、ビタミン D の摂取、1 1 0 u 日は4年間の臨床試験で、がんの発生率を60%減少させ、最初の1年後では77%減少させたとしている。なお、ビタミン D の投与前に起因していたと思われる癌は除かれている。ビタミン D の摂取の別の研究で発見された、長期間にわたるがん全般の増加を考慮に入れていないことを含め、いくつかの点でこの研究は批判されているにもかかわらず、 カナダがん学会、全国規模の有志による組織は、成人は1日戦有、政府の発表した必要量の5倍を摂取すべきと2007年に勧告している。アメリカ国立がん研究所の研究は、第3回米国全国健康栄養調査のデータにおける17歳以上の16,818人の対象群の血中で循環しているビタミン D 濃度と、 がん死亡率との関係を分析した。その結果、25、ヒドルキシビタミン D と全がん死亡率との関連は見出されなかった。他の研究とは異なりこの研究は、実際の血液検査からビタミン D の総量を測定しようとして、むしろ潜在的に不正確な予測モデルからビタミン D 濃度を推論しようとしていたのではないかとも指摘されている。アメリカ国立がん研究所は、 ビタミン D の摂取が大腸癌及びその他の癌の予防効果について限定されているか証拠が不十分なので大腸癌及びその他の癌の予防のためにビタミン D サプリメントの摂取を干渉はしないとした消化液の単重酸が腸内で二次単重酸に変化するとその一部が発弾を促進するこの二次単純酸にカルシウムが結合することで無毒化されて便中に 排泄されるという説がある。また、カルシウムはビタミン D と一緒に腸粘膜細胞の分化などを正常化する作用も実験的に示されているとしている。また、カルシウムとビタミン D の両方を多く摂取するグループで大腸癌のリスクが低下するとの報告がある。米国全国健康栄養調査の五千人近くの調査対象者を含む報告によれば低濃度のビタミン D は 動脈関連疾患のリスクの増加と関連していることが認められた。1 7 8 n g ミリリットル以下の低濃度のビタミン D は全体対象者と比較して動脈関連疾患のリスクは80%増加した。下記に英国の植木職人のコレステロール値の減少が認められた。低濃度のビタミン D は高血圧及び循環器疾患と関連している。 数多くの研究がこの関連を示しているが、二つの研究ではその有用性が認められず、一つはサプリメントの有用性の弱い証拠が認められ、もう一つはいずれの摂取でも有用性は認められなかったとしている。食事からのビタミン D はリッポタンパク質で動脈壁とアテローム性プラークに運搬され、そこで白血球マクロファージによって活性化されることが認められている。 このことは、ビタミン D の取り込み効果が、アテローム性動脈硬化の石灰沈着と、循環器疾患に、特に非白人の動脈硬化の病院に25、ヒドロキシビタミン D が連座しているのではないかとの疑問を抱かせるものである。欧州系米国人ではなく、アフリカ系米国人の動脈硬化プラークの石灰化に、ビタミン D 血中濃度と関連していることが、 フリードマンらによって2010年発見された。25、ヒドロキシビタミン D の高い濃度は、アフリカ系米国人の冠無動脈では、脈大動脈や頸動脈の疾患に関連しているように思われる。これは、欧州系の子孫の調査と矛盾している。ある研究では、89NG、ミリリットル以上のビタミン D の高い濃度の南インドの人々には、 巨血精神疾患のリスクが高まっていたとしている。インドにおけるビタミン D 調査では、十分すぎる2症にもかかわらず25、ヒドロキシビタミン D が低いことを一様に示しており、公衆衛生学的にビタミン D の食事からの十分な摂取が必要となっている。例えばインドの田舎で十分すぎるほどの日照を浴びているように、熱帯地方の住民には、その他の調査でも、 インドでの調査と同様に、欧州系住民に、典型的に認められるような25、ヒドロキシビタミン D の濃度上昇が認められないとしている。米国全国健康栄養調査の情報を用いて、研究者たちは、一般住人において 17.8NG、ミリリットル以下の低血中ビタミン D 濃度であることは、全死亡率の増加とは、無関係であるとの結論を出した。この調査は、 20歳以上の13,331人の多様な米国民の全死亡、癌死亡、循環器疾患死亡と低血中ビタミン D 濃度の関連性を評価したものである。これらの調査対象者のビタミン D 濃度は1988年から1994年の6年間にわたって集められたものであり、2000年にわたって死亡率はそのまま収集したものである。 白血球のテロメアの短縮は、老化した白血球のテロメアの長さの指標であり、老化関連疾患の増加を予測するものある。テロメアの長さの減少は、細胞分裂によるものか、老化の場合に、一般的な炎症の増加によるものである。ビタミン D は、人体において、最適なビタミン D 濃度を維持し、全炎症反応への過剰反応を抑制し、 白血球の代謝回転を遅延させ、より長い白血球のテロメや長さを保つものである。複合的な調整メカニズムが代謝をコントロールしており、最近の疫学的な証拠は、血管機能を最適化するために、ビタミン D 濃度が狭い範囲に限定されていることを示唆している。ビタミン D の自然の向上性よりも高い濃度あるいは低い濃度は死亡率を増加させる。 結局、カルシフェロールのシステムにおける過剰または欠乏は異常作用や早期老化を引き起こすようである。ビタミン D の欠乏は、うつ病や統合失調症、その他の心理的な問題に何らかの役割を果たしている可能性がある。しかし、研究者はこれらの関係についてさらなる研究が必要であると指摘している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。